パイシートを使ったパイっていうかエッグタルトみたいな、このレシピは、そんなに時間かかんないし結構作り方も簡単だし、プレゼンテーションが特にいいです。まあ友達たちとかディナーパーティーをする場合とかはこれ本当にパーフェクトなので、別にまあランチとか朝ごはんでも食べれるし、まあディナーのアパタイザーとかでも全然いいと思います。まあ作ってみようか。材料としてはパイシート、普通にスーパーで買えるパイシート、クリーム、卵、ブロックベーコン、ミックスチーズ、パセリ、パイシートの上に乗っけると、なんて言うんだろう、ちょっとルースすぎてぐちゃぐちゃになっちゃうから、シックに、シック、フィック、厚く、なんて言うんだろう、クリームを濃くする、まあ、はい、まあ見ると分かると思います。冷蔵庫に落とします。ちょっとだけ拭いて、そうね、こんな感じで、これを一回また中に半分に切って、ちょっとこぼしちゃった。飛んだりしますから、ちょっと気をつけないと。ウォー、このぐらいで大丈夫です。オーブンをつけて25分。次はパセリをちょっとだけ洗って、レシピをもう一度チェックして3分の2ぐらいクリームの中に入れるので、残りは上にかけるぐらいかな。で、混ぜます。全部入れます。やっぱりクリーム足りない。感じでいいと思う。もう自分でパイシートを作るのは結構時間かかるので、これはチープとして冷凍にするので、ディフロスト、日本語でどうやって言うの、ディフロスト、解凍する、解凍するまで冷凍から出して置いておきます。ちょっと凍ってるね。もう綺麗な形になってるから、ちょっと大きいね、そうね、ちょっと大きいから、こんな綺麗な形にしてて、またぐちゃぐちゃにボウルにローラーで形作るのめんどくさいから、もうちょっと早い簡単なやり方あるかもしれない。こうやってちょっとだけ一つ一つこんな感じでくっつけたら入
ギリ入るはずだよね。作れるし、毎週食べたいね、これ。このパイの端っこも。パイもすごい。うん。おいしい。あ、すごい。あ、パセリ乗せるの忘れてた。タルトのレシピでした。こういうレシピをもっと見たかったらコメントに入れてください。 See you next time.